皆さんこんにちは。今回は歴代 GTA シリーズのオープニングシーンを紹介します。大ヒット作品の多数ある GTA シリーズなので、皆さんがプレイしたことのある作品もあるかもしれません。今回ご紹介するのは 3D オープンワールドになった GTA 3、バイスシティ、サンアンドレアス、 GTA 4、そして今もなお現役でシリーズの最新作である GTA 5のオープニングを紹介します。それぞれの作品の解説もしますので、未プレイの方も GTA シリーズの魅力に引き込まれるはずです。最初に紹介するのは GTA 3です。 GTA シリーズで初の 3D システムを採用し、2001年に発売、日本でも2003年に発売されました。街全体がオープンワールドで作られており、以前までの作品に比べゲーム内の自由度が大幅に向上。架空の街リバティシティの中を自由に行動ができ、ミッションを進めることも、ドライブしてるだけでもよし、ただ街をふらついているだけでも楽しめる作品でした。本作の主人公はクロード、後のサンアンドレアスにも登場する無口で犯罪行為で生計を立てている主人公であり、恋人のカタリーナと一緒に銀行強盗を計画するが、儲けを独り占めしようとしたカタリーナに撃たれてしまう。クロードは警察に逮捕され、禁錮刑10年を言い渡されてしまう。刑務所への移送中に、同じ移送中の囚人を奪還しようとするカルテルの襲撃に巻き込まれ、どさくさに紛れ脱出に成功する。同じく囚人で共に脱出したエイトボールのつてで、レオーネファミリーから仕事を受けるようになる。クロードは様々な仕事をこなしつつも、カタリーナへの復讐を行っていくストーリーとなっている。本作にはヤクザという組織や、日本語を話す NPC がいたり、日本の雰囲気を出しているシーンがあるが、ヤクザがお辞儀について熱く語るなど、ところどころツッコミどころも満載である。 GTA 3は 3D 世代第1号の GTA シリーズですが、シリーズ屈指の難易度を誇る難しい作品の印象が強いです。今ではロケーションの案内があったり、再スタートが容易ですが、そんな甘ったれた仕様はなく、大変硬派な作品となっています。主人公クロードと同じく他の作品にも登場している、登場人物もいるので、他の作品を遊んでから遊んでみても新しい発見があって楽しいです。舞台となるリバティシティは3つの島があり、ポートランド、ストーントンアイランド、ショアサイドベイル。ゲームの進行状況によって行動範囲が広がっていく。最初はポートランドしか移動できませんが、ミッションを進めると逃げるために島を移動することに。またクロードは泳げないため海に入ると病院に搬送されます。泳いで隣の島に行こうとして溺れてしまうのはあるあるですね。本作は車での移動が中心で、バイクや航空機は登場しません。街行く自動車を奪い移動するのが主な手段となります。犯罪行為は警察に見つかると執拗に追い回され、やがては軍隊まで投入される状況になります。GTA シリーズではカーラジオが存在しており、ドライブしているだけでも楽しく遊べるのが印象的でした。本作も架空のカーラジオ曲がいくつかあり、一部には映画のサウンドトラックが収録されておりました。GTA 3の大ヒットから1年後の2002年、グランドセフトオート、バイスシティが発売されました。基本部分は前作 GTA 3をベースにした続編になりますが、わずか1年の開発期間を感じさせないほどのパワーアップを施されており、誰もが聞いたことのある有名な曲や、映画スターが声を吹き込んだキャラクターたちは、感情的で個性豊かなキャラクターに仕上がっています。本作の舞台であるバイスシティは80年代のマイアミを彷彿とさせる仕上がりとなっており、昔見た映画やテレビのような華やかな街がそこにはあります。太陽が眩しく照らすバイスシティは全体的に明るく、前作 GTA 3の薄暗い感じとは大きく異なります。本作の主人公はトミー・ベルセッティ。前作のクロードと大きく異なるのは、トミーは喋るようになったことです。ムービーシーンはもちろん、操作中もよく喋るので、強烈な個性を持ったトミーを常に目の当たりにします。トミーが喋るようになったおかげで、他のキャラクターと会話が生まれ、より映画のようなストーリーをゲームで表現することができるようになりました。
ゲームを通じてプレイヤーはトミーに感情を没入することができるようになり、よりストーリーに入り込める感覚が強くなったのです。ストーリーは1986年、モレッビファミリーの構成員だったトミーはファミリーのために身代わりで殺人罪による15年の刑期を終え刑務所から戻ってきた。ボスのソニー・モレッビはトミーを邪魔者扱いし、離れたバイスシティに送り込んだのです。バイスシティの弁護士兼ローゼンバーグと共に港でコカインの取引を行うことになる。しかしこの取引は何者かの罠による取引で、取引現場は襲撃され、取引相手のビクター・バンスも殺され、コカインも取引の代金も全て奪われてしまう。命からがら脱出できたトミーはソニーに取引を報告するが、奪われたコカインと金を絶対に取り戻すように命令する。本作はトミーの取引をはめた犯人を探りつつ、裏社会で成り上がっていくトミーの姿を体験できる。バイスシティではバイクやヘリコプターが登場し、前作より自由度が高まったほか、服を着替えることで警察の手配を減らすこともできるようになった。隠れ家や店舗など物件を購入し経営できるようにもなった。トミーもクロードと同じく金槌で泳ぐことはできない。そしてバイスシティを語る上で欠かせないのは超豪華なラジオ局の数々だろう。マイケル・ジャクソンをはじめとした80年代の名曲がずらりと並んでおり、ただラジオを流すだけでも楽しめる。ラジオの豪華さは他の作品にも引けを取らないレベルです。本作の主人公トミーは他の作品には名前だけしか登場しておらず、同じマイアミが舞台の最新作の GTA6 では彼の名前や登場シーンが出てくるのか気になるところです。オープニングで登場する件、ローゼンバーグはサンアンドレアスにも登場している姿が確認できています。GTA シリーズ最高傑作との呼び声高いサンアンドレアスの紹介です。サンアンドレアスは2004年に発売され、全世界2750万本の売上本数を誇る大ヒット作品となりました。主人公はカール・ジョンソン通称 CJ は、シリーズ初の黒人の主人公です。CJ は5年前に弟の死をきっかけにグローブストリートを離れ、母親が何者かに殺されたという連絡を受け、故郷のロスサントスへ戻ってきました。ロスサントスに到着早々、CJ と因縁のある汚職警官のフランク・テンペニーに遭遇し、彼らが行った警官殺しの罪を CJ になすりつけられてしまい、以降テンペニーらの汚れ仕事を請け負わされることを強要されてしまう。やっとのことで実家のあるグローブストリートへ戻ってきた CJ でしたが、そこにあったのは自身がかつて所属していたギャング団グローブストリートファミリーズが抗争とドラッグに手を出し弱体化していた姿であった。 CJ はアニスウィートに逃げ出した裏切り者扱いをされ、責められる CJ ですが、ファミリーを立て直すと決めた CJ は古参の仲間を集結させ、徐々に勢力を取り戻しつつあった。また妹ケンドルの恋人のロスアステカのリーダーであるシーザーと出会い、 CJ とシーザーは仲を深め親友となった。ある時 CJ はシーザーに呼び出され、古参の仲間のビッグスモークライダーが汚職警官のテンペニーラと一緒にいることを聞き、駆けつけると母親を殺害した犯人が乗っていた車を隠し持っており、ビッグスモークたちが裏切ったのだと CJ は激怒する。同時にアニスウィートも罠にはまり襲撃を受けており、間一髪で救い出した CJ でしたが警官に逮捕されてしまう。本作は古参仲間のスモークとライダーの裏切りへの復讐と汚職警官テンペニーと決別するための壮大なストーリーである。 GTA サンアンドレアスは1992年のアメリカ西海岸の架空の州が舞台となっており、3つの大きな都市であるロスサントス、サンフィエロ、ラスベンチュラスの3つの都市と広大な砂漠地帯や山岳などが舞台となっている。ゲームシステムも大幅に強化されており、今までの歴代主人公は金槌で全く泳ぐことはできないが、 CJ は泳ぐことができ、潜ることで潜水スキルを鍛えることができる。 CJ は食べ過ぎると太り、食事をしないと満腹度が減り痩せていってしまい、最後は餓死してしまう。武器にもそれぞれスキル値が設定され、スキルが上がると命中精度や発射速度が向上する。バラエティに富んだ乗り物も登場し、大型ジャンボジェットや戦闘機なども操縦可能になった。ギャング構想やガールフレンド要素もあり、ボリュームは歴代 GTA 最大クラスとなっている。歴代 GTA シリーズからの登場人物も多数登場しており、3のクロード、カタリーナ、
サルバトーレ・レオーネ、ワイスシティからはケン・ローゼンバーグ、ケンとポールがサン・アンドレアスに登場している。GTA 内の時系列では、1986年のワイスシティ、1992年のサン・アンドレアス、2001年の3となっている。本作はゲーム内の年代では真ん中に位置しており、他作品の登場人物が数多く登場している。GTA 4は2008年に発売された作品で、前作までの GTA 3、ヴァイスシティ、サン・アンドレアスとはストーリーはつながっていない続編タイトルとなる。 GTA 4はロックスターゲームズの新しいゲームエンジン、ロックスターアドバンスドゲームエンジンが搭載されており、 GTA 4以降は GTA HD ユニバースと呼ばれる時間軸が設定され、前作までとは異なる時間軸になる。本作では GTA シリーズでオンラインマルチプレイが登場し、他のプレイヤーと協力プレイやレース、デスマッチが可能になった。本作の主人公はニコベリック、旧ユーゴスラビア出身の元兵士であり、アメリカンドリームをつかむことと、かつて部隊を裏切り大勢の仲間を失うことになった。裏切り者の男の行方を追ってリバティシティにやってきた。アメリカで成功したと豪語していたいとこのローマンを頼り、やってくるが、実態は貧しいタクシー会社の経営者で、借金を抱え、ボロボロのアパート住まいの生活であった。呆れつつもニコはローマンを手伝い、アメリカンドリームを手にして過去を清算しようと決意する。最初はローマンの周囲のいざこざの解決から、やがては裏社会の仕事をこなすようになり、ニコが徐々にステップアップしていく様子が描かれています。終盤はプレイヤーの選択でストーリーが変化し、結末が変わるエンディングとなっています。主人公のニコはドライな性格で皮肉を言うが、ユーモアセンスも持ち合わせており、辛辣な発言が多い。目的のためには手段を選ばない冷酷な性格の持ち主である。一方で仲間や家族を大切にする思いやりのあるところもあり、仲間を傷つけた者に対しては並々ならぬ怒りをあらわにする。いとこのローマンに対しては呆れているところもあるが、ローマンに被害が及ぶと全力で彼を助けたり、面倒見のいいところが垣間見える。本作の舞台は3と同じリバティシティが舞台ですが、過去のリバティシティとは一新されており、モデルとなったニューヨークの地理をベースに4つの地域に分割されたリバティシティとなっている。3同様に全体的に薄暗く、ストーリーも重厚であり、 GTA 作品の中では重苦しい雰囲気が強い作品に感じます。本作には追加シナリオとしてグランドセフトオート4、ザ・ロスト&ダムド、グランドセフトオート、ザ・バラッド・オブ・ゲイト2、それぞれの作品は本編の GTA 4にストーリーがリンクしているので、本編クリア後にプレイすると他の主人公目線でのストーリーが展開され、アナザー視点のニコの様子がうかがい知れるようになる。本作のシステム面は前作サン・アンドレアスと比べると追加されている部分もあるが、廃止されている部分もあり、自由度というところでは少々抑えめな印象を受ける。本作では携帯電話やパソコンを操作できるようになり、ミッションを受けたりすることができる。携帯電話から仲間を呼び遊びに行くことができるようになり、前作までに感じたクリア後に主人公が誰とも接点がなくなる。ぼっち感が少なく感じられるようになった。前作にあった体型システムや髪型の変更などは廃止され、服装の数も少なくなっている。警察の手配システムが変更され、包囲網が表示されており、かいくぐって逃げないと手配度が解除されない。銃を撃つ際にはカバーアクションができるようになり、より高度で激しい銃撃戦へと変化した。ニコは酒を飲むと酔うようになり、軽度なものからまっすぐ歩けないほどのベロンベロンになることもできる。その状態で車を運転すると全く安定感のない運転となり、警察に見つかると飲酒運転で手配されてしまう。現実同様、飲んだら乗るな。本作ではタクシーに乗客として乗車できるので、お酒を飲んだらタクシーを使いましょう。 GTA 4は当時開発費用が約1億ドルと言われており、最も開発費がかかったゲームとしてギネス記録になった。セールスも好調で全世界販売本数2500万本を突破した。次回作 GTA 5には記録を抜き替えられてしまうが、とてつもない大ヒット作品となりました。 GTA 6には GTA 4の登場人物が登場するのか、大変興味深いところですね。
GTA 5は2013年に発売された GTA シリーズ最新作で、前作 GTA 4の5年後のロスサントスが舞台となっている。本作では初めて3人の主人公が同時に登場し、自由に切り替えながらミッションを進めていくことができる。またマップの広さはシリーズ最大規模となっており、広かった GTA サンアンドレアスの2倍程度を誇る。 GTA シリーズでは恒例のゲーム序盤では移動範囲が制限されているのに対し、 GTA 5では全エリアを最初から行動可能になっている。舞台となるロスサントスはサンアンドレアスに登場していたロスサントスと同じではあるが、異なる時間軸であり、世界観は共有されていないのが特徴である。本作のストーリーは9年前の強盗シーンからスタートする。マイケル・タウンリー、トレバー・フィリップス、ブラッドリーは銀行強盗を行うが、警察の待ち伏せにより計画は失敗する。トレバーのみかろうじて逃げることができたが、マイケルとブラッドは狙撃されてしまい、マイケルは墓地に埋葬された。そして2013年のロスサントス、射殺されたと思われていた。マイケルは証人保護プログラムを受け、マイケル・デ・サンタと名前を変えて過去を抹消し、妻と長男長女とも豪邸暮らしを送っていた。しかしマイケルは強盗時代のスリルや興奮を味わえない日々を無気力に過ごしており、家族も不和が絶えず円満とは言えない状況だった。マイケルは無気力な日々を送っていた。ある日、フランクリン・クリントンという青年と知り合う。元ギャングのフランクリンは収入が少ない若者に返済不能とも思える身分不相応なローンを組ませて自動車を売りつけ、支払いが滞った時点で自動車を奪うという悪徳自動車販売店に勤めていた。運命を感じない仕事と知りながらも、日々の生活のために仕方なく働いているのだった。フランクリンがマイケルの息子ジミーをターゲットにしたため、マイケルから反撃を受け、自動車販売店もクビになってしまう。フランクリンはマイケルがただものではないと感じ、マイケルの家を訪ねてきたのであった。マイケルはフランクリンの実直さと夢見る姿にフランクリンを息子のように思い、過去の強盗家業の仕事欲が湧き上がってくるのだった。ある日、マイケルは妻の不倫を知り、フランクリンを連れて不倫相手の家を破壊するという報復を行ったが、破壊した家は不倫相手のものではなく、マフィアのボスマーティン・マドラッツォの愛人の家だった。家の賠償金として法外な金額を請求されたマイケルは、やむなく昔の経験を生かしてフランクリンだと宝石店強盗を行い、賠償金の支払いに成功する。強盗時に警備員に向かってマイケルが話した言葉がニュースで広がってしまう。その言葉を聞いたトレバーは、マイケルは生きていることを確信し、裏切り者のマイケルを問い詰めるためにロスサントスへ訪れ、マイケルを問い詰める。誤解は解けたものの、治安維持機関 FIB がマイケル、トレバー、フランクリンに目をつけ手駒にしようとされてしまう。 FIB に使われていたのでは命の危険にさらされるだけだと感じた3人は、かつて夢を見ながら成し得なかった連邦保管庫襲撃という大強盗を成功させ、自由と大金を得るための大作戦に打って出る。本作は強盗にフォーカスを当てた作品で、事前に強盗の下準備やメンバーの人選、作戦プランの設定に及ぶなど用意周到に計画を進めていく。その内容次第で強盗から得られる取り分も変わってくるという奥が深い内容になっている。また強盗メンバーも使い続けると成長するため、取り分が安いが使えないメンバーも経験を積むと安いのにすごく頼れるメンバーへと成長していく。本作はストーリー終盤のフランクリンの選択肢でエンディングが変わるマルチエンディングとなっている。ただエンディングが変わるだけではなく、それぞれ主人公の結末にも影響してしまう。3人の主人公を切り替えながら行うミッションは役割などが細かく分担されており、突入役、狙撃役、運転役などが明確に分かれており、ミッションを様々な視点で行うことができる。システム面では前作で取り除かれてしまった戦闘機や旅客機、自転車が登場し、新たに潜水艇が登場した。髪型も変更できるようになり、株への投資ができるようにもなった。株は特定のミッションを行うと下がったり上がったりするものがあり、売買のタイミングを適切に行うと大儲けできるようになる。本作は車のガソリンタンクを撃つと燃料が漏れてやがて走行不能になるなど、ダメージ表現が豊かになった。また BGM が流れるようになり、警察の手配がついたり、
特定のミッションで流れるようになっている。本作は発売から年数が経過しているが、オンラインマルチプレイの GTA オンラインは現在も盛況で頻繁にアップデートがされている。オフラインの GTA シリーズは長らく新作の情報がなかったが、2023年12月に GTA 6のトレイラーを解禁、新作を開発中であることを公開した。各主人公は操作しているキャラクター以外もロスサントスの中で生活しており、ばったり出くわすことがある。執拗に追い回すとキャラクターが切れてプレイヤーを病院送りにしてくるので、ストーカー癖がある方はくれぐれも追い回すことのないように。各主人公には特殊能力が設定されており、マイケルは銃撃戦に有効なスローモーション、動きがゆっくりになるので照準を合わせて撃つことが簡単になる能力だ。マックスペインシリーズのバレットタイムのような映画さながらのスローな銃撃が可能になる。フランクリンの特殊能力は運転時に有効なスローモーションとハンドリング能力上昇だ。ミッドナイトクラブのゾーンのように全体がスローモーションになって運転することが可能になる。運転中の車両はスローモーションでもキビキビと動くことができ、普通では曲がることができないスピードでコーナーを曲がっていくことが可能になる。トレバーの特殊能力は武器ダメージ上昇の効果と受けるダメージが無効化になる。特に受けるダメージがゼロになるので、ダメージを受けていてもスキルを発動し続ければやられることはなくなってしまうのです。武器ダメージアップは車両やヘリコプターにも有効で、スキルを活用すると簡単に破壊できるようになる。またマイケルほどではないが、スローモーションの効果も付与されており、銃撃時に照準を合わせやすくなる効果がある。GTA 5はオープニングシーンがプレイヤー操作となっているため他より時間が長いです。あまりにも長いから話す内容がなくなってきたのよね。少しネタバレになりますが、映像ではマイケルが埋葬されていますが、実際に埋葬されているのはブラッドリーであり、マイケルは埋葬されていませんでした。葬儀を遠くから見守る男が埋葬されたとされる本当のマイケルです。トレバーは本当にマイケルが埋葬されたと信じており、9年後にニュースでマイケルの口癖である映画のフレーズを聞き、マイケルが生きていることを知ってしまい、物語は加速していくことになります。それにしても口癖だけで分かってしまうなんて、トレバーすごすぎませんか。皆様お待たせしました。今からが GTA 5のオープニングシーンが始まります。今までのシーンは過去の回想シーンとなっており、現在のロスサントスからスタートします。証人保護プログラムによって裕福な生活を送っているマイケルですが、ロスサントスにある精神科に通っています。マイケルは現在の生活や家庭環境の愚痴を発しており、不満を精神科医に相談に来ている。作中でもマイケルの身カルト教団であるイプシロンプログラムに加入することができることから、マイケルには潜在的な精神面の弱さや隙があることが容易に想像できる。現にこの精神科医のフリードランダーにはたびたび請求金額を釣り上げられており、さらにはマイケルのセラピーの内容を本にして出版されてしまい、マイケルが激怒する一幕がある。GTA 主人公は物語の中で成功し、富と名声を手にして終わることが多いが、現在のマイケルを見ていると、必ずそれが成功ではないと思ってしまいます。本作3人の主人公のその後の姿をマイケルだけは描かれておらず、映画のプロデューサーとして続けているのかと思われます。GTA オンラインのフランクリンの発言で、知り合いのプロデューサーがいると発言しているからです。フランクリンのその後は本編の若者の姿からナイスミドルな風貌に変化し、数人の子供の父親になっています。実業家として様々な裏の仕事も請け負っている様子でした。トレバーの本編後は自身の会社であるトレバー・フィリップス工業を経営しており、GTA オンラインのプレイヤーである主人公を無理やり社員にして非合法な仕事を与えていました。本編から10年以上年数が経ちますが、主人公たちが全員健在な様子で嬉しいですね。本作の舞台であるロスサントスは GTA サンアンドレアスに登場したロスサントスとは
構成が異なるため同じ世界観が共有されていませんが、 CJ の生まれ育ったグローブストリート周辺は面影が残っており、ミッション中に近づいた際自転車に乗る3名の姿を見ることができますが、 CJ を彷彿とさせる姿で登場します。もちろん時系列も1992年と2013年と違うので、あの CJ ではないとは分かっていますが、ロックスターゲームスのファンサービスですね。そんな神扱いを受ける CJ とは反対に、ザロストのリーダーのジョニーは物語の序盤にトレバーの攻撃を受けて絶命してしまいます。これには衝撃を受けた方が多かったかと思います。本編主人公と異なり、外伝主人公はどうも扱いがかわいそうに感じるのも本編主人公を引き立てるためのロックスターゲームスの手法なのかもしれませんね。このオープニングもメインで描いていたマイケルから違和感なくフランクリンの物語へと切り替わっていき、最初にプレイした時は複数の主人公の物語が遊べるんだとワクワクした覚えがあります。私はこの後マイケルがどういう行動をしてたのかが気になりましたが、少数派だったかもしれません。さて、長かった GTA 5 のオープニングが間もなく終了に近づいてきました。私は現在も GTA シリーズをよくプレイしますが、 GTA 5 とサンアンドレアスは今プレイしても神作品だと思っています。オープンワールド作品は何をやっても良い、自由度の高さというのはそのままの面白さに直結することも多く、この2作品は広大なマップを自由に行動できることも手伝い、ゲーム内の世界にどっぷりと入り込める素晴らしい作品だったと思います。皆さんの一番のお気に入り GTA 作品があればぜひコメントで教えてください。今作の GTA 5は人気上位の作品に選ばれる傑作だと思っています。ご視聴いただきありがとうございました。皆さんのお気に入りの GTA 作品はございましたか？ぜひコメントで皆さんの思い入れを教えてくださいね。当チャンネルでは GTA に関する動画をお届けしていきますので、ぜひチャンネル登録もお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。